第二次世界大戦太平洋戦争アリューシャン方面の戦い日本軍による圧倒の占領日本軍による圧倒の占領は太平洋戦争中のアリューシャン方面の戦いにおけるエール作戦の一環として日本軍により占領されたアメリカ合衆国本土が外国軍隊により占領されたのは1812年の米英戦争以来初めてのことであった圧倒の戦いで アメリカ軍が島を奪還して日本軍による占領は終了した。アメリカ領土でアラスカの一部であるアリューシャン列島は日本海軍が海戦時に策定した連合艦隊作戦計画では占領または攻撃破壊すべき外郭用地と決められたが具体的な計画はない状態だった。しかしアメリカ軍の北方からの進行や当時開発中との 情報があった日本本土を爆撃可能な新型長距離爆撃機の発進基地となることを恐れ、また同時期に進行していたミッドウェイ作戦の支援も兼ねて海軍軍令部が陸軍と共同してエール作戦を計画、アリューシャン方面に進出した。これによりアリューシャン列島での戦いが始まった。戦前のアッツ村日本海軍機の空襲を受けて、 炎上する、ダッチハーバーのアメリカ軍基地1942年6月6日、ホズミ松年陸軍小佐式の下北海市隊1150名が、アッツ島に上陸して、占領、翌7日に、キスカ島も、細海母子老海軍中将式の下前マイズル府第3特別陸戦隊550名、設営隊750名が上陸して占領した。両島とも、 アメリカ軍の守備兵力は存在せず無抵抗で占領された。アッツ島には先住民のアリュート族45名、無線技師で同地から気象通報していたアメリカ人のチャールズ・フォスター・ジョーンズとその妻で教師喧看護婦のエッタがおり、シチャゴフ港周辺の集落で暮らしていた。日本軍の占領直後、抵抗した無線技師のチャールズが殺害された。残った アリウト族住民は、アッツ島一時放棄の際に、北海道の大樽近くの収容所へ連行され、終戦まで抑留された。そのうち16名が亡くなっている。チャールズの妻エッタも日本本土へ連行され、横浜や戸塚の収容所を転々とした後、終戦直後に解放された。エッタは1965年12月に、フロリダ州ブレーデントンで86歳で亡くなった。 上陸後、日本軍は飛行場と防御陣地の構築を始めた。最も近いアメリカ軍は、ウナラスカのダッチハーバーとアダック島の航空基地であった。占領期間中、アメリカ軍はウムナック島の基地から爆撃機で頻繁に空襲を行い、また潜水艦を投入して日本軍にたびたび損害を与えた。8月8日、巡洋艦を機関とするアメリカ艦隊が、 キスカ島に来襲し、艦砲射撃を行った。大本営は、キスカ島の守備強化として、アッツ島に駐屯していた、北海市隊に、キスカ島移住を命じた。北海市隊は、島の放棄に際して、傾向できない物資や、防御陣地を破壊した。また、島のアリウト族住民約40名を、同行させて、島はほぼ無人となった。当初、日本軍は、 アリューシャンを1942年冬まで占領予定としていたが、アメリカ軍による度重なる攻撃、そして島を基地として使用させないため1943年まで占領を延長することを決定した。10月18日、日本軍はアメリカのラジオ放送からアムチとカトウが占領されたと判断し、急遽アッツ島の再占領を決定して20日に再占領された。 1943年2月5日、日本軍はアリューシャンを含む北太平洋方面の守備方針を見直し、陸海軍双方の分担範囲が取り決められた。また、現地の守備兵力として新たに北海守備隊が編成され、2月11日に山崎安よ陸軍大佐が着任した。一旦放棄された防御陣地の再構築、 兵員や物資弾薬の増援が図られたが、大本営の消極的な守備方針や、アリューシャン特有の悪天候、米軍の妨害により、守備体制は不十分となってしまった。また、3月27日には、同東沖で、アッツ島沖海戦が発生している。1943年5月12日、1万5千名のアメリカ軍が上陸を開始して、アッツ島の戦いが始まった。 連合軍により攻撃を受けるチ,チャゴフ幸5月29日、山崎大佐率いる日本軍の残存兵力約300名が最後の万歳突撃を行い、組織的抵抗は終了した。アメリカ軍ジョン・エル・デビット司令官のもと5月30日に島の占領を宣言した。日本軍の損害は戦死2638名、重傷を負って、 意識不明などで捕虜となった29名のみが生存した。アメリカ軍は戦死者549名、負傷者1148名に上った。島の奪還後、アメリカ軍は日本軍が建設した飛行場を再使用せず、別の位置に新しい飛行場を建設して、残りの戦争機関を日本本土を爆撃するための基地として運用した。アッツ村は、 太平洋戦争終結後に放棄され、日本軍により連行された住民の生き残りは、他の島へ移された。2012年、占領70周年を記念して、アッツ村の記念碑がかつて村があった場所に建立された。ありがとうございます。